XRV7 版、DIY レストア、その他細かいところをやっていきます。今回は、ドリブン、これですね、と、スプロケット、まあ、本当はスプロケットは鉄の方が良かったんですが、まあ、一旦安いのでそちらにしました。あとスプロケットを取り付ける、ナットも、パーツを購入しました。あとチェーンも、普通のチェーンですね。まずはこのカバーと、チェンジペダルを外していきます。でドリブンが、外れた状態です。かなり、錆びてますね。ここのカウンターシャフトはちょっと減ってる感じです。で、新しいドリブンを取り付けました。で次に、後ろのリアのスプロケットですねを外していきます。で新しいのを、取り付けて新しいナットで、取り付けていきます。でチェーンの方ですね、このように、スプロケットに巻いてですね、最後に、コマ1コマ分だけ、ピンを、かしめることになるんですけど、まずこのピンを、押し込んでい、きます。これ専用工具ですね、買った専用工具で、まずピンの頭を出します。で次に、左側もかしめてありますけども、右側の方、こういうピンで、かしめていきます。まあ、かしめるっていうのは、まあ、広げるっていうことですね。ピンを広げていきます。でこの広げたところがですね、大体、まあ、どこのウェブサイトでも5ミリぐらいってなってますけど、大体 5.5 ミリぐらいで、広がっているので、まあ、これで抜け落ちることはないと思います。で一旦走るような状態、まあ、スプロケットがついて走るような状態となりました。ようやくですねここまで来ました。で次にですね、最初ウィンカー点滅したんですけど、急にウィンカーがつかなくなって、このように、点滅しないでですね点灯だけになったので、リレーも交換しました。まあ、リレーは、フロントカウルの内側に入っていて、まあ、簡単に交換できることができます。はい、このように、ウィンカーも、点滅するようになりました。はい、これで一旦ですね、次はですね、車検を取るための整備をしていくような形になります。一旦外装もついて一通り、まあ、90% ですかねは完成したという感じになります。いただきありがとうございました。次回もよろしくお願いいたします。